オーブリー・ルイス・ハフは、アメリカ合衆国、オハイオ州マリオン出身の元プロ野球選手、右ト左打。1998年、タンパベイデビルレーズからドラフト5巡目で指名され、入団。2000年には、インターナショナルリーグの最優秀新人選手に、選出され、同年8月2日には、メジャーデビューを果たした。2002年、リーグの内となる打率。 313を記録。2003年には全162試合に出場し、打率311.34本塁打107打点の成績でチーム3冠を達成。2005年は4月18日に通算100本塁打を達成し、フレット・マグリフの球団最多記録を更新。しかし、6月末の時点で打率2525本塁打。 38打点と不振に陥ってしまった。7月に入ると、第4週には週間 MVP に選ばれるなど、月間で打率、328本塁打、25打点と復調。だが、8月以降は打率、244と、再び不振に陥ってしまい、ルーピネラ監督が、うちの打線は、オーブリー次第、彼が乗ってこないと、チームも勢いが出ないと語ったように、 チームも2年ぶりの再開に終わってしまう。また、トレード期限間際には、当時、レッドソックスの手法だったマニーラミレスが絡んだ、三角トレードでレッドソックスへ移籍するという噂も、浮上するなど、低調なシーズンとなった。2006年は開幕直後に故障し5月に復帰した、ものの5月終了時点で打率。176.2本塁打と不調に陥ってしまった。 同年7月12日にミッチタルボットとベーン・ゾブリストとのトレードで強打の外野手を求めていたヒューストン・アストロズへ移籍。初のナリーグ在籍となるアストロズ移籍後は8月9日に自己ベストとなる1試合6打点を挙げた。シーズン通算では打率は前年より良かったが21本類が66打点と前年より悪化。 デビルレイズでは三塁手を務めたものの、アストロズでは主に外野手としてプレーガイ。外野手の他に三塁手、一塁手も務め、移籍後の68試合で13本塁打を放った。同年オフ、後続の打者の迫力不足で勝負を避けられる機会の多かった手法、ミゲル・テハダの擁護役として、2007年1月3日に3年2000万ドルでボルチモア・オリオールズへ FA 移籍した。 ハフ獲得に際しマイク・フラナガン球団副社長は彼こそがこのオフの間探し続けていたタイプの打者だと語っている。また、ハフ自身も正直言ってこれまで自分の在籍した中では一番のラインナップだと思っている。素晴らしい球場、素晴らしいファンがいる。デビルレイズ時代に何度も来たけど月曜日のナイトゲームですら3万人入っていた。 正直言って、これまで、こんな歴史のあるチームでプレーしたことなんてないよ。と新天地への期待について語っている。オリオールズ遺跡1年目の2007年、15、本類だと4年連続で減少。1類や3類の守備では補給に難があり、指名打者としての出場が増え、自己最多の78試合に指名打者として出場。6月29日には、サイクルアンダを記録した。 2008年、指名打者としての出場がさらに増え、98試合に指名打者として出場。5月終了時点で打率244だったが、6月から8月にかけて3割を上回る月間打率を記録し、打率304.32本類が108打点の成績でシーズンを終え、5年ぶりに3割30本類が100打点を達成。 シーズン終了後には、シルバースラッガー賞とエドガー・マルティネス賞を初受賞。2009年8月17日、マイナー1選手とのトレードでデトロイト・タイガースに移籍した。2009年シーズン終了後にサンフランシスコ・ジャイアンツに移籍。2010年は打率。290.26本塁が86打点でチーム内3冠を達成。 さらに自身初のポストシーズン進出を果たした。2014年1月4日に現役引退を表明。打撃面でのレベルは高い。2003年と2008年には打率300、本類打30本、打点100打点を同時に達成している。スイングスピードがとても速く、ボールをアッパーカットで捉えず、ストライクゾーンに長くバットを保つスイングをする。 打席での我慢強さがあり、パワーのある打球を、フィールドのあらゆるところへ飛ばすことができる。また、累上に、ランナーがいるときは、状況に応じた打撃ができる。守備は一塁一種のほか、右翼手や左翼手、三塁一種も守れる。一塁一種や三塁一種よりも、右翼手を守るときの方がいい動きをする。しかし、守備はそれほど上手くはなく、走力に欠け、守備範囲も狭い。 そのため、指名打者としての起用も多かった。ありがとうございます。